Hi guys! カズです。今週1週間でいろんなものが届きました。僕はよく無料でプレゼントをもらいます。今日はこの3つの大きな封筒を紹介します。では早速、1つずつ開けていきたいと思います。こちら、ルピシアという雑誌なんですけども、お店で商品を2000円以上購入すると、お得意様として登録されるみたいです。こうやって各月ごとに美味しいクッキーや紅茶などの商品を紹介している雑誌が送られてきます。一緒にじゃん、こちらです。何だと思いますか？なんと結構これいい高級なお茶なんですけども、すごく美味しくて香りもいいです。これ2つなんですけども無料でいただいてます。次はこちら、じゃん。僕は本が大好きなのでいろんな本を読むんですが、興味があるジャンルやこういった投資系の本大好きなので、たまたまインターネットで見つけたところに問い合わせると無料でサンプルでくれました。ゆっくり楽しんで読ませていただきます。もちろんこれ新品新書です。最後にこちらです。ちょっと大きいです。じゃじゃーん、ものすごくこれ分厚くてずっしり。こちらも同様に投資に関するものですが、セミナーだったかな、オンラインかなんかのもので申し込んだらこれが送られてきました。こんなに分厚くてずっしり重いです。読むのがちょっと楽しみです。もちろんこれも新品です。このようにいろんなものを僕は無料でプレゼントでいただいたりします。普段もそうですが、お金を使うことはほとんどありません。動画で何度かお伝えしてますが、生活を工夫することによって豊かに便利で、そしてお金のかからない生活を実現することも実は可能です。今はインターネットがとても発達してますので、ポイントだったりオンラインクーポン、様々なイベントへの参加によっていろんなものが無料になったり商品としてプレゼントされたりします。特に東京に関しては個人的な意見ですが、非常に低コストで生活できるシティだと思っています。今日はカズの生活のノウハウちょっとだけ紹介してみました。 See you!